性格はバラバラなのに仲良しで有名な TXT。 メンバーの MBTI を見たらお互いにない部分を支え合ってよくできたグループだった。性格が想像通りのメンバーもいれば意外なメンバーも。現在は日本でも流行している MBTI 診断ですが、もともとは韓国での大きなブームがきっかけで、多くの K-POP アイドルや韓国の芸能人たちが MBTI 診断を受けてその結果を公開しています。推し学では以前にルセラフィム、エスパ、G アイドル、ニュージーンズの MBTI とメンバーの性格についてもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。今回は TXT の MBTI 診断の結果と実際のエピソードなども絡めながらメンバーの性格をチェックしていきたいと思います。早速 TXT のリーダースビンの診断結果から見ていきましょう。早速スビンの MBTI 診断結果は ISFP です。ISFP の性格は気さくで心温かく思いやりのある人たちで、親しい人たちと一緒に過ごす時間を心から楽しみにしているタイプと言われています。 TXT のリーダーでもあるスビンはおっとりしていて、怠け者というニックネームを持っているほどのマイペースな性格。協調性があり共感力が高いため、自分の意見を押し付けるようなことをせず相手を受け入れる特徴はまさにグループのリーダーとして最適な存在。しかし ISFP の人たちには自分が思っていた性格は他人と過ごすことで思い違いをしていることも多いようで、スビンがデビュー以降最も自分らしい本当の姿を見せたと話した番組ラッパーのイオンジさんのコンテンツでは、おっとりとしたイメージとは違って生き生きとした様子が見られました。この中でスビン自身も、自分は芸能人になるような人の性格とは少し遠いと思っていた。自分が目立つというよりもありのままそこにいるというのが自分の役割な気がした。リーダーという役割を引き受けたのも実は責任が重たくて負担だなと思っていたと話していました。また他人と違う視点を持っているというのも ISFP の面白い特徴で、 TXT のコンテンツを見ているとメンバーたちがゲームで盛り上がっていてもスビンだけはのんびりとしているという場面が多く、新しい視点を見つけることを得意としています。時々天然な部分もあり、真剣な表情で言い間違いをしたりするので、そのギャップがまたたまらないのよ。おっとりとしたスビンにはこれからもどんどんイメージを覆されるのが楽しみですね。ヨンジュンの MBTI 診断結果は ENFP です。 ENFP の性格は興味のあることは何でも遂行できる能力と情熱を併せ持つ社交的な自由人タイプと言われています。ENFP の特徴として明るく楽観的な姿勢を持ち、大勢の中で目立つ存在、フレンドリーで外交的、自由奔放で心が広く盛り上げ役、まさに人前に立ち輝くアイドルとしての気質があると言えますね。つまりヨンジュンの性格はアイドルにぴったりなのです。ヨンジュンは練習生時代ダンス、ラップ、ボーカルの月末評価が全て1位だったこともあり、デビュー前からハイブ伝説の練習生と呼ばれていたほど、ヨンジュンが練習生時代すでにカリスマを発揮していたシーンがこちら。新しい練習生を迎えた時、ヨンジュンが毎回していた自己紹介でのこと、ここに1位と書かれているのは誰？チェヨンジュンです。ラップのカテゴリーで1位になっているのは誰？チェヨンジュンです。歌のカテゴリーで1位になっているのは誰？チェヨンジュンです。ダンスのカテゴリーで1位になっているのは誰？チェヨンジュンです。と全カテゴリーを読み終えたら、チェヨンジュン、それが僕だ、なんという強烈な自己紹介。1位という結果は事実なので何とも言えませんが、実際に1位だったとしてもこの自信、なかなか真似できる自己紹介ではない。それにしても好奇心旺盛で努力家なヨンジュンは常に新しいことにチャレンジし、自分に厳しく高い目標に向かって練習する姿は持っている才能を上回るくらいに成長しています。ファンからはモアのファンと言われるほど愛嬌があり、また学生時代はいつも写真の真ん中にいて誰からも愛されるキャラクターです。 TXT の中では長男ですが、年下メンバーからいじられることが多いようで、グループが頼もしく仲良く盛り上がって見えるのもヨンジュンの存在は大きいですね。オムギュの MBTI 診断結果は INFJ です。INFJ の性格は16診断中最も珍しい自分の信念をしっかり持ち、かつ人々を勇気づけることもできる理想主義タイプと言われています。オムギュを初めて見る人は少女漫画から抜け出してきたような容姿に上品で静かな性格を想像します。しかし実際に TXT のコンテンツ動画を見ると、いたずら好きでよく喋るし、よく動き、急にハイテンションになって大声を出したりして、とにかくマッサ騒がしい。
そんなモムギュを見ていると一見いいタイプに思いますが、性格診断では I タイプであることは驚きました。モムギュの性格として負けず嫌いで頑張り屋なところがあり、そんなボギュムの姿を見られたのが TXT 企画のトゥードゥエピソード124です。ゲームで1位となったボムギュに対してメンバーからも、ボムギュさん本当こういうのうまいね、器用だねと言われていました。負けず嫌いな他に INFJ の特徴として繊細で共感力が高く、偽りのない深い人間関係を大事にする人というのがあります。ボムギュは多忙な活動の合間を縫ってアイミックほど家族のことが大好きで、両親の結婚祝いを SNS で祝福している様子もありました。そしてメンバーに対しての気遣いも素晴らしく、ヨンジュンが体調を崩して病院から帰ってきた時に、胃もたれと聞いてよかったと本気で心配していたり、スビンが親知らずを抜いて苦しんでいる時も、大丈夫、どれくらい経った、痛いよねと共感も踏まえながら一番心配していました。ちなみにそんな16タイプの中でもレアな存在である INFJ ですが、ルセラフィムのユンジンも INFJ だそうです。テヒョンの MBTI 診断結果は ESTP です。 ESTP の性格は寛大でマイペースな起業家タイプと言われています。テヒョンは TXT で年下メンバーになりますが、他のメンバーに比べると冷静で落ち着いて周りを見ているしっかり者です。 T 型は感情に流されにくく、これと決めたらこれのような自分の考えをしっかり持っているので、まさにテヒョンの性格は T 型のようですね。 ESTP の特徴として自由奔放な性格の持ち主で、やりたいことがあるとまっすぐ突き進むので、物事をストレートに言うこともあるようで、そんなテヒョンの知的で自分の考えをしっかり持ち、はっきりと物を言う性格がわかるインタビューがありました。2021年8月に配信された韓国番組 SBS の正社員であるジェジェさんが MC を務める YouTube のコンテンツに TXT が出演した時のこと。その中でボムギュとテヒョンの MBTI の性格が真逆であることから話は始まりました。性格診断に関する質問で、食事の約束をしていた友達が、あなたとは初対面の人を連れてきていた、どう思う？に対してヒョンは、なんで知らない人を連れてきたの？と友達にメッセージを送ります。連れてくるのは良いけど、その前に私の意思を聞いてほしいです、と思ったことをストレートに答えていました。友達だとしても、まずは先に自分の意見を確認してほしいと冷静な反応が ESTP のはっきりと物を言う性格の表れですね。自由奔放でもありながら自分の意思はまっすぐなテヒョンは TXT メンバーへの影響も大きいようです。許認会の MBTI 診断結果は ISTP です。 ISTP の性格は楽観的かつ大胆な思考を持つ巨匠タイプと言われています。そんな許認会ですが、以前は ENFP でヨンジュンと同じでしたが、今ではほとんど正反対の ISTP に変わったそうです。MBTI が変化したきっかけは、その理由の一つとしてテヒョンの影響があるとか、ルームメイトなのでテヒョンさんの考えをたくさん聞いているうちに、自然とテヒョンさんを理解するようになりました。そうやって同じ T 型になったみたいです。デビュー前は感情的に泣くことが多かったようですが、テヒョンと過ごすうちに自分も理性的になっていたみたいですね。そして ISTP は頭の回転が速く、物事の本質を見極めるのが得意なタイプです。許認会は天真爛漫でいたずらっ子なイメージですが、実は頭の中でよく考えて行動しており、冷静に判断することが得意なのです。ファンと直接触れ合う機会が減ってしまった時は、許認会の提案でオンライン上でファンミーティングが開催されたこともありました。許認会は人見知りな一面もありますが、メンバーやファンを気遣う優しい性格の持ち主です。そんな性格がバラバラな TXT メンバーの相性はどうなのでしょうか。ENFP のヨンジュンと ISTP の許認会は4回のカップリング名としても仲良しで、性格診断の中でも最高の相性と言われています。そして ENFP の性格を持つ長男ヨンジュンは、他のメンバー全員と相性が良いことも分かりました。そんな中、 ESTP であるテヒョンと INFJ のボムギュは MBTI 診断では相性が最悪という結果に。性格は真逆ですが、カップリング名ウプズはファンの間でも仲の良いことで有名です。お互いにない部分を支え合って、むしろバランス抜群なのではないでしょうか。ファンの反応は、ヒュニン意外と冷静なんだな、 ESTP だけどマジでテヒョンと一緒で鳥肌立った、スビンと一緒の ISFP で嬉しい、彼らの MBTI 好きです。 ISTP の性格を調べれば調べるほどに、ヒュニン会そのものでますます沼落ちする ISTP 人間大好きな INFJ です。
普段メンバー同士でふざけ合ったり騒がしい様子を見ていると5人中3人が相方だということには驚きでした。メンバーの仲の良さからわかるように診断結果でも性格のバランスが取れているグループなんですね。それぞれの性格を知った上でこれからも TXT メンバーを温かい気持ちで見守りましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。